はい、皆さんこんにちは。山下エンジニアリングの山下です。珍しく昼間に、収録しています。というのもですね、このちびっこたちですね、ちびっこたちとこのストリーム、僕の変態ツーストコレクションなんですけど、まあ、それをちょっとまあ一旦ヤフオクにまあ出品してみようかなって思ってて、今洗ったりしてました。はい、写真撮ったりですね。で、前からちょっと思ってたんですよね、あのストリームと、まあ毎日乗ってる、毎日でもないかな、まあ足で使ってるフュージョン、デザインがそっくりなんですよね。デザイナーさん一緒でしょうね、きっと。あのこの間ちょっとコメントにも書いてあったんですけど、まあ、フュージョンのデザイナーさんと僕の乗ってる4フォアのデザイナーさん一緒なんですよ。すごくないですか、デザインの幅がすごいですよね。このカクカクのデザインが好きで、まあ、先にストリーム買ってたんですよ。まあ、これは2台目なんですけど、ストリーム買ってて、あ、ストリームもうちょっと早かったらなって結構一昨年ぐらいかな思うことが多くなって、で、まあカクカクだからフュージョンも結構いけるんじゃないかなと思ってフュージョンも買ったんですよ。まあ、結果フュージョンしか乗らなくなりましたね。はい、フュージョンしか乗らなくなったんで、このちっちゃい子たちの、出番がなくなってしまったんですよ。で、ちょっとまあ移転か、まあ、ちょっと業態少し変えようかなと思ってるところがあったんで、この子たちも、まあ、一旦ヤフオクに出品しようかなって感じになっています。フュージョンはもうだいぶ乗りましたね。もうすぐで1年かな。めちゃくちゃ快適ですよ。1万5000キロ結構乗りましたね。3000キロぐらい乗ったかな。ストリームはまあ正味何も、ほんとこの辺少し乗ったぐらいです。で、このストリームは何がいいかっていうと、まあフルオプションですね。このロングバイザーワイパーですね。まあ、雨の日乗ろうとは思わないんですけど。あと超レアなキャリアです。このキャリア、フロントキャリアですね。あの興味ない人は何がフルオプションなのか多分分かんないと思うんですけど、あとこのリアのこのキャリアですね。まあ、残念ポイントはちょっとまあステッカーの跡があったりとかするんですよね。まあ、ここはまあ部品、まあ、出れば変えればいいかなって感じもあるんですけど、まあ、あとここがなくなりやすいんですよね。ここついてるの結構珍しいですよ。なかなか出てこないです。まあ、メーター周りも綺麗ですしね。はい。もちろんエンジンは普通にかかります。はい、ついてるか分かんないな。ついてますね。あのオレンジのマーカーがいいっすよね。はい、このオレンジのマーカーがかっこいいんです。まあフュージョンもねオレンジのマーカーなんですけど、アメ車とか好きな人はオレンジマーカー多分大好物だと思うので、はい、そうなんですよね。このカクカクの、こうやって動画撮ってるとなんか手放したくなくなるっていう、まあ、結構高い値段で強気な価格設定でいこうと思ってるんで、まあ、すぐ売れるとはちょっと思わないんですけど、はい、他の子たちもちょっと紹介しようかな。はい、前回の Vlog でお届けしたチャッピーですね。はい、チャッピー、あと、まあ、ちょいちょい登場するフォーゲルです。フォーゲルはやっぱこのまとまってますよね、バランスが。あのポッケよりもすごくまとまってると思いますよ、デザイン。なんか隙がないですね、まとまり感の、はい、隙がない感じがしていいです。チャッピーも可愛い
ですよね。まあそっくりな2人ですね。あとまあ僕は本当とっておきはこの UD ミニなんですけど、あのめちゃくちゃ綺麗です。はい、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、多分誰も興味がないという、バイクです。これをまあ出品予定なので、はい、水色もねあったりとかするんですけどね、なかなか、まあ、色違いで揃えることはあんまりないかな。あの部品取りの UD ミニはもう、売れました。はい、まあ、どれも程度はまあまあいいはずなんですけどね。まあ、フォーゲルも普通に調子はいいんですよ。普通に調子はいいです、まあ、レンズとかはもうどっちも新品に変えてあります。電圧があれかな、ちょっと。バッテリー弱ってるかもです。ちょっと弱ってるかな、バッテリー。どうだろう、バッテリーは弱ってるかもって感じですね。まあ一応でも透過類は全部つくんで、至って調子のいいちっちゃいバイクです。続いて UD ミニですね。まあこの子はちょいちょい乗ってたんですけど、リアブレーキに握りながらキックしないとキックがなんかスカスカなんですよ。まあそういう構造なんですね。よいしょ。結構まあアイドリング高いんですよね。暖気が終わるまでは結構アイドリング高い状態です。まあ、音はなんかちょっとチェーンソーとか耕運機みたいな音がしますけど、結構まあ可愛いんですよ、これちっちゃくて。タイプ J なんで、タイプ J っていうのはまあ豪華装備版なんですけど、メーターがついてるんです。走行距離のメーターがついてるんです。ブザーがついてます。速度はまあ40キロかな、出て40キロっていう感じです。はい、まあ、タイヤとかは前後新品に変えてありますね。
まあ、フォーゲルも前後新品には変えてあります。フォーゲルは結構手入れたかな。キャブとかもちょっと手入れて、ちょっとおしゃれにオレンジで揃えました。プラグコードもそうですね。 CDI とかも変えたかな。 CDI も新しいものに変えました、ね、結構まあ整備性もいいと言えばいいんですけどね。タンク内サビはなかったはずなんですけど、ちょっと見えないかな、見えませんね。サビあるかもですか。来たばっかりですけど、チャッピーも出品する予定です。まあ、チャッピーは本当にシートを状態いいものに変えただけなんで、はい、この辺ちょっと穴が開いてんのかな、穴が開いててすごいいい音しちゃってるんで、この子はちょっとバッテリー弱ってますね、はい、バッテリー弱ってるんで透過類がこの間はついてたんですけど、今はちょっとつかないような感じになってます。まあでも走る止まるは一応問題なくできるので、うるさいですね、うん、はい、うるさいです、はい。まあ、いい音、うん、いい音、うん、いい音といえばいい音、うるさいといえばうるさい、はい、キャラクターにちょっと似合わない、なかなかのレーシーなサウンドなんで、はい、好きな人は、好きかなっていう感じはしています。まあ、本当に、まあ、みんないい子たちなんですけど、まあ、ちょっと本当乗る時間が全然ないので、もしどうなったか、まあ条件が合えばですね、はい、欲しいって方がいらっしゃったら入札をどしどし、お待ちしております。はい、まあ、現車確認、試乗も大歓迎なので、はい、ご連絡お待ちしております。まあ、来週からまたちょっと雨みたいなんで、その間に編集して、アップしたいと思います。